これシュルカーに撃たれないと気づかない場所にあるのか。ノンさんこれ取れなくなっちゃいましたか。シュルカーに撃たれないとギリ、あ、取れた、ね、そんな、そんな取れました、取れました、ボンさん。え、これ誰がくれたんだろう。これ掲示板にタイタイがいいものありますって書いてくれてるんですけど、はい、ボンさん答えの方から先に見ちゃいましたよ。え嘘。おそらくこれでしょ、ボンさん。ボンさん答えから見ちゃうから、それか。ちょっと待って、本当にらしいですよ。そういうこと、そういうことそういうこと、これ。いや、だから謎解きが、謎解きだったの。謎解きをずっと解いていくと、最後これに繋がるんじゃない、うん、マジマジ、ボンさんの答えを先に解いちゃうから。嘘。ちょっと、つばさん、これ僕、閉まってくるんで、一回閉まってくるんで、ちょっと、初見の。頼みます、初見のあれで頼みますよ。あ、じゃあ分かる、じゃあ分かる。マジ、あー、ボンさん、ボンさん。え、なになに。こんなところに看板があります。おー、ほんとだー。なになに、どれどれ。いいものがあります、タイタイだって、ボンさん。ほうほう、この座標のとこに行けばいいってことかな。あ、ボンさん、中にダイヤが22個も入ってる。なんでだろう。ボンさん、これいつまで続けるんですか、ボンさん、これ。ボンさん、はい。わかった。なんすか。きっと、タイタイからの謎解きだ。あ、この夜遊びした子はお宝に出会えないよの、そういうやつか。答えだ。答えだ。タイタイの。これひどいなぁ。いや、これ言っちゃっていいのかなぁ。え、何言っちゃっていいのかな。いや、今回そのカサワールドちょっと嵐が入ったじゃないですか。ああ、そうなんですよね、嵐が入って、はい、でリアル嵐が入って、本当のやつ、うん、でも僕ちょっとサーバーのその管理してる人とちょっともう対策本部を立ててね、嵐対策本部、はいはいはい、でもうグワッとこうこのワールドのログイン履歴から誰がログインして、どのパソコンからログインして全部調べたのよ。本当のやつだ、本当の。もうガリガリに。だって対策だ、ね、責任持ってちゃんと対策しないといけないでしょ。確かに。それで一つ分かったことがあったんですけど。え？分かった？僕とキヨキヨさんとボンスさん全然ログインしてないの。そんなことないでしょ。いや、もう、明らかなもう差が。僕とキヨキヨさんとボンさんだけ明らかにログイン少ないから。ご残念。自分の腕を信じろ、チキチキ、的に当てなければ島大爆発ゲーム。あぶねー。いきます。はい、よーい、スタート。あれあ、来た。オッケー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 。これで、あ、はい。オッケー。当たった。これで、こっちまで来なければ。あー、いけてます。あー、わかった。はい、これ、どうすか、ボンさん。難易度的には。今、3発ぐらい。今の感じだと。しかも見てください。真ん中に当たってる。真ん中に。すごいよ。すげえ。3、4発でいけました。4、5発が、マックス打てる。はい。限界。ちょうどいいか、それで言うと。焦りますもんね、3発外すと。だんだん合わせてってって感じだから。ちょっとマグニーさんにテストプレイやってもらいます？え、テスト、どうした？何？ボンさん？ボンさん？え、ボンさんどこ行った？ボンさん。やっちゃった。え、どこ？どこでやったの？どこでやったの？え、共有倉庫？嘘でしょ、ボンさん。え、何やったの？爆発させてしまった。ボンさんが死んでる。やっちまった。ボンさんが死んでる。今
何が起きたの、俺どこでやっちゃったの。じゃあリプレイをちょっと、はい、ご覧ください。楽しいな、見てえな、どうなったのか。ちょっとマグニーさんにテストプレイやってもらいます。え、テスト、え、やばい、え、え、ボンさん、え、ボンさん、今回の企画は殺しに来る世界 VS 絶対に守るドズル社。30秒ごとに罠が次々と仕掛けられる世界で、ボンジュール以外のドズル社メンバーはクリエイティブモードでボンジュールを死なせないように全力でサポートする。ボンさんが一人でエンドラ討伐を頑張ってもらいます。よろしくお願いします。お願いします。ねえ、はい、もう泣きそうだよ。いや大丈夫ボンさん、今日は、うん、あのエンドラ討伐するボンさんを僕たちボンジュール親衛隊4人組がボンさんを守るんで、僕たちはボンさんを守る、ボンさんは頑張ってエンドラを討伐する、世界はボンさんをやりに来るという、そういう感じでございます。はい。世界中が俺の敵ってこと？いやでも世界中が、あ、オンリーオンリー。世界中が敵でも僕たちはボンさんの味方ですって言ってあげて。はい。世界中が、何でしたっけ？世界中がボンさんの敵でも僕たちはボンさんの味方ですって。世界中が、ボンさんの敵でも、何でしたっけ。おーおー、呼ばされてんのよ。いやいや違う、ボンさんちゃんとオンリーは心から言ってくれたから、うん。でなんで閉じ込めてんのよ。守ってる。いや守って、いや俺も動けなくなってんのよ。これ過保護すぎる。これちゃんと、ちなみにそれぞれのメンバーのカラーになってるんで、はい。あ、そうなんだ。そう。ああ、なるほど、うん、これ大変っす。これ大変だね。もう最後の方みんなもう助けてなさそう。助けてよ。スケルトンレイン。ああ、スケルトンいっぱいいる。よし、やれやれ。頼む。ちゃんと、よし。いけ。当たってるよ、俺。ボンさんもちゃんと逃げて、ボンさんもちゃんと逃げて。あ、撃てる。撃てるの？あ、じゃあ壊しとこう。面白そう。そういうことか。やるか。本当だ。よいしょ。あ、すげえ。裏方向に撃ってる。ガストンさんの方向に。ボンさんの方向に打たないでみんな。やめて。何やって。守るんだよね。守るんだよね。守ってます。自分の身は自分で守る。いや、じゃあ何でいるのよ。ガヤです。ガヤ。いや、オンリーゲーム頑張って。これもうほら、見て、ボンさん。オンリーが簡単セットほら。簡単セット作ってくれる。水を。あと水垂らすだけですよ、ボンさん。わあ、すごい。簡単セット。予定が。優しいな。これはいいサポートだな。ボンさんがもう雲も倒せなくなってしまった。僕たちの。そうね。雲もね、やられちゃうから。ボンさんをダメにする企画だな。ボンさんをダメにする。ダメだな。世界がボンさんをダメにする。そうなっちゃうんだな、やっぱ。そう、死んだ。あ、これ死んだ。ごめん、死んだ。普通に死んだ。普通に死んだ。あ、でも23イベント生き抜いたって書いてある。ボンさんを助けに行くんだ、みんな。これなんか3分余裕あるわ。おいいじゃないですか、この隙に。戻ってこれそう。確かに。でも今回リスポーン禁止だから、ね、エンドとかで死んじゃうと、また走らないといけないっていう大変さが。オラ君が壁してるから。簡易トラックみたいな。あ、ボンさん。ボンさんは火まとってる。おぉ。いけ、ボンさん。いけ、ボンさん。とりあえず回収しましょう。あ、よしすごいな、この絵。よし。これは守られてる。とりあえずボンさんお願いします。ボンさん、ここ。こいつ一匹。ボンさん、一匹ずつやりましょう、一匹ずつ。ここお願いします。ボンさん、秒数ちゃんと気をつけてね。怖いですよ、そろ。秒数大丈夫ですか？確かに。あと1分ある、あと1分ある。ああ、結構余裕ある。死んだことで。多いな。死んだ方が良かった説ある、ワンちゃん。これ、その方が楽まであるね。いやー、増えてんな。あー、ボンさん、まずい。3分の猶予を甘えたでしょ、ボンさん。
確かに、あ、ちょっと死んでもいいやっていう甘えが味しめてますよね。味しめたことにより死んだ方が楽じゃねえっていうのがそれはね、それは思ったのよね。あの甘えが4、3、2、1。わあ、大丈夫だ。しゃがんで、しゃがんで。これ、これすぎると強いわ。うわー、これでもね、残念なお知らせがあります、ボンさん。はい。ゲート切れました。あ、これまずい。そう、ゲートの近くでやっちゃったから。ああ。これでも、まあ、海洋祭で、国洋祭で。そうだね。うん、頑張って、またゲート。まだよかったっすね。確かに確かに。頑張れ、ボンさん。頑張れ、ボンさん。急に、やっぱ。過酷になったな。ボンさん見て、ここの黄色の、待って待って、黄色の階段ありますよ、こっちに。どこ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 。こっちです。大人の階段です、大人の階段。大人の階段登ってください。うわー、壊れた、なんだ何何エンド来た、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 ボンさん行け、ボンさん行け、エンド来た、行っちゃう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 、そんなパターンあるの、行っちゃう、ボンさん、行ける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 、これはやばい、熱い、熱い、熱い、頑張れ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 、びっくりした、ボンさん、ボンさん、死なないでよ、死なないでよ。でも、思ったんすけど、あの、ネザーのあそこずっと開いてるんじゃないですか、ワンちゃん。どういうこと？あ、いや、思った。だからもういちいちエンドポータル探す必要が、負けた説が、当たりを引いてしまう。これはスタッフも想定していない、大当たりを引いたボンさんが。いていていて、なんで？いや、ボンさん、なんで？なんで？なんで？あああああしゃあない、今のはしゃあない、もうエンダーマンが事故が事故だったんですよ、事故これは事故ナイス。終わらないと思ってたんだけど正直。確かにもっとかかると思ってた。それで地獄だなと思ってた。ナイス。よし、クリスタル全部破壊です。あとは。あじゃ。頑張れ。お、よいしょ。お、よいしょ。いけるか。マスター。イエーイ。ナイス。はい、ということで、今回は、世界が、おーじゃあ、ボンさん、ボンさん、今回の企画は、モブに変身してまっすぐ進め、一本道選手権。幅1マスのコースからはみ出したら、即死亡といういつものルールに加えて、今回は30秒ごとにランダムでモブに変身する。果たして、優勝するのは誰なのか。その前に、チャンネル登録と、グッドボタンを押してくれよな。猫おじとの約束だ。この道を行けばどうなることか。もう一回行きます。いや、今のいいっすよ。何ですか、どうなることか。この道を行けばどうなることか、迷わず行けよ、行けばわかるさ。そう行った先に何がある。ボンジュール、ボンジュールだったもです。一本道をまっすぐ進む。シフトの調子が悪いですけど、誰でもできますね。あやおつです、大原です。今日は誰の邪魔もしません。どうも、ドズルです。即性綺麗なドズルです。綺麗なクリーン、クリーンだから、クリーンだから。嘘は良くないですよ。この道、もう一回行きます。何今の、何今の。この道行けばどこにあるか見つけるまで走り抜け。どうも皆さん、こんちゃっちゃ、オラフくんです。なんかボンさんに影響されてない、オラフくん。あ、大丈夫。え、一本道の撮影、結構仲が悪くなります。こんにちは。ならないよ。なったことないですよ。まあ、ひりつけはするけどね。はいはいはい。位置について、よーい、スタート。さあ、始まりました。あ、猫になった。うわ、ブレイズ、ブレイズ、オラフ。無理じゃんこれ。あ、ちょ、目めっちゃ早い。目普通、目普通なんだけど。俺人のまんまだ。あ、自分なんか出た、なんか出た、なんか出た。あ、これもちょっと目レーズ早すぎてやばい。目ブタのままなんだけど。うえ、なんだこれ、反則だろこんな。え、ちょっと待って、オラ君ブレイズになってなかった？ブレイズ最強っすよ、もう。強すぎる。クリエイティブっすよ、もう。クリエイター並みの速さ。強すぎる、強すぎる。来た来た来た、コウモリ、コウモリ、熱い熱い。コウモリ来た、コウモリ来た。早すぎる。コウモリ来た、コウモリ来た。コウモリ来た、コウモリ来た。待て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 。すまんな、すまんな。来た、ビックス、ビックス、ビックス。お、ちょ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 、誰かオラフ君を止めろ、誰かオラフ君を止めろ。よし、もうどうでも行くぜ。うわ、やべえ、マグマキューブ。このチキンドズルさんだ。え、おい、やめろ。
ほら魚パンチ。ああ、ケーエンダーマン。えー、死んだ。よし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 。オウム来た、オウム来た。うわ、オウムやばい、オウムやばい。いやー、オラフ君大変ですな、オラフ君。ラベちゃん引いてしまったぜ。でかいのはね、死んじゃうのよね、マジで。あれ、これ、ワンチャンボンサー1位あるか。あれ、やばい、毒素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 。あ、もう、なんだ。よし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 。俺、何してるんですか。あ、よしよし。おー、ちょっと邪魔しないって言ったのに。違う違う違う、イカで悠々と動いて泳いでたの、泳いでたの。やめて、やめて。みんな大変そうだな。イカはいけんな。誰だおめえ。ミツバチやばい、ミツバチ。やっと飛べるキャラ来た。いた。あ、許さん。いやいや、ヤギがいたから、ヤギがいたから、それは仕方ない、それは仕方ない。水に水に助けて。うわ、届かない水まで。猫ちゃんが、猫ちゃんがいました。かわいい。オラくん、オラくん、目の前にのクリップ。やめましょう、お互いお互いやめる。お互いやめよう、お互いやめよう、お互いやめよう。燃えんのか。もう上位狙いましょう、一緒に。オッケーオッケーオッケー、2人で狙う、2人で。あちゃ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 、甘いこと言ってていいんすか。あちゃ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 、オンリー来た。いや、やばい、これ、ちょっと待って。最後の引き大事、最後の引き大事。あ、ここで？いいやつか、まだ。ウィザー来た！ゾグリ！え、ウィザー！あ、いいな。ウィザーやばい！ウィザーやばい！いけー！おい、やめろ、前！やめるんだ！強い、ウィザー強い。おー、ブレイズ来た、ブレイズ。ブレイズ強そうだけど。これで、これで、一気に行って。クストライダー、水食らう。おーし！水食らうんだよ。一気に一気に、そろそろが、そろそろが、そろそろが、降りた方がいいか、そろそろ。怖い怖い怖い。いや、まだまだすよ、ボンさん、まだまだ。まだ、そろそろいいとこ、そろそろいいとこ、そろそろいいとこ。まだ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 。落下し最悪だ、落下し最悪だから。なんだ。いや、いるか、やばい、水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 、あ、いるか、あ、水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 くれ、水、おい！よし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 ！マジ、これマジやで。アイアンゴールって水受けんの？全然受けん。水。やべ、ジャンプ。あ、ボンサー死んだ。え、メン、メン、なんなの、メン、なんなの。今、今なんだ、今、ヴィンディケーターです。ヴィンディケーター、やばい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 、なんだ、クリーパー来た、クリーパー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 。死ななきゃいい、死ななきゃいい、もう死ななきゃいい、死ななきゃいい。メンやられろ、メンやられろ。くそー。え、メン、そんな強いの。今俺めっちゃトップいますよ。嘘。あ、来た来た。やばい、終わった。やばい、終わった。ラスト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 の引き、ラストの引き。無理だ。変身がマジで大事。頼む、頼む。死なない、死なない、死なない、死なない。頼む、頼む、頼む。頼む、頼む。いいの子、いいの子、いいの子。よし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 。え、何、麺何引いたの、麺何引いたの。オーラマ麺です。よろしくお願いします。オーラマ麺強い。やべえ、得積んでるわ、得を。いいわ。ラスト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 。ちょっとでも、ちょっとでも前に進む。ちょっとでも前に進む。ちょっとでも進む。よし、行け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 。頑張れ。あ、オンリーが来た、オンリーが来た。あ、あ、抜かされた、オンリーに。いやー、カン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 。はい、ということで、今回の結果発表、5位。オラフくん19メーター、4位、ボンさん150メーター、3位、ドズル390メーター、2位、オンリー409メーター、そして1位は845メーターで、オーラマメンでございました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、大逆転ありの、すごい戦いだったな。目持ってったね、最後。やるね。やるな。飛べるやつで最強のやつ来ました。いやー、なんか心なしか面がいつもより輝いて見えるもんな。やっぱ、メンさん得、あー、つばつ、つば、あー、やめろ、やめろ、メン。やめるんだ。え、めんめん、やっぱあれ、特積み、特積みの成果出ました。あ、それですわ。つば吐きながら言っても説得力ねえな。今回の企画は、超体力で貧弱装備 VS 貧弱だけど最強武器。2チームに分かれて、どちらが早くエンドラを倒せるのか勝負。ドズルチームはハート50の状態だが装備禁止、使えるツールは火のみとなっている。
対するボンジュールチームはハート 0.5 だがネザライトフル装備で挑む。よし、ということで今回僕たちはムキムキチームでございます、はい、ではでは我ら装備最強チーム頑張るぞ。おお、上げてけ上げてけ上げてけ、おーおーじゃないの、おーじゃないの、おーやめろやめろ、お前らまさか鎧着ちゃうの、着ないで企画じゃない、俺裸で裸で行くよこんな簡単で、あいつらなんか余裕ですよ、やめてください、装備最強だから、よし行くぞ行くぞ、装備最強チーム行くぞ、やばいやばいやばい、あれ見っけました、ハイポータル見っけた、あ、ハイポータルないです、ハイポータルないです、あ、僕ピラミッド発見した、ちょっとじゃあピラミッド行ってくる、いろいろある、いろいろある、なんか俺を見つけるけど、なんか俺を見つけるサボテンがありますいや、ナイスじゃないね、サボテン、サボテンサボテンは多分使わない、ポーさん何歳まで行きたいですか、リアル、リアル、それね、まあ80、90かな、リアル、80歳、80歳で、そうだね、生放送とかしたいけどね、誕生日配信したいね、80歳の誕生日配信、はい、すっごい元気、うん、もう夢はもう88歳の米中記念生放送、あなんかその辺さ、なんか60超えたぐらいからなんかそういうさ、お年寄りの記念日みたいのいっぱいあるじゃん、あるあるある、 あれの記念配信したいねあれの生放送ないでしょ、ないでしょ、ないっすね、ないでしょ、俺近いよ近いよ、俺いけるよいけるよ、多分その辺いけます、いけます、いけるでしょいけるでしょ言うて今の2倍ぐらいよ、そうそうだよな、いやベージュ配信したいな、ベージュ配信多分そのそういうの多分日本だけじゃない、ベージュはさすがに、うん、世界初、世界初ベージュ生配信、いや狙いましょう、世界初狙う、あ死んだ、えごめん、装備していくわ、軍隊今のところ体力が低いっていう弊害受けてない気がする、いやーもう盾作れんから、あー熱い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 けど熱いけど死なないでしょ、熱いけど死なん地味だ、ちょっと食らってもステーキで回復と、ナイスナイス、あもうロッター集めました、おーナイス、早いナイス、早い、お前頑張れ、麺10何個入れといたから頼んだ、はーい、ファイヤー戻った、あファイル出とる、おーナイスナイス、強い、出ては今やべえよ、ホワイト麺何もしてねえ7っす、7バーです、おーナイスナイス、僕たちチーム多分オラフ君の画面以外疲れてないっすやばいな、あれですんだあの、うん、いいっすか、いやいやだ、聞きたくない、待って待って、先に俺が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 、先に目行っていいよ、先に目、4パール出ました、ナイスナイス、これちゃんと使ってくださいよ、使ってくださいよ、これお願いします、パール出ました、はいはい、そしてそしてそして、5パール合計オラクは今12パールですね、プラス面で4だから、よし行こう、あ、要塞ありました、要塞要塞だ、ほら、待って、一発耐えた、一発耐えた、一発耐えた、何の一発耐えた、何の一発耐えたの、え、ホーグリンの一発耐えましたよ、マジ強、はいはいはい、いてー耐えねえじゃんかえ、ピグリンに倒されたあれ、金装備、金、掘ってたら、掘ってたら、掘ってたら何も嘘ついてないですけど、はい、はい、逃げ、装備立てのすげえすげえすげえ、逃げてる逃げてる、はい、逃げる、な、なんで、ほい、ほい、あー、俺逃げらんないの俺は逃げらんないの、なんでこのサボテンは捨てれねえやなんで、いやもう思い出のサボテンですよこれは、嘘つけ、何今日の麺の一番最初発見した、はい、麺の子持たれてますこれベッドバッカーさ、お互い多分死なないからさ、3人でベッドバッカーできそうじゃない、
単方向か。めっちゃ豪華。普通はさ、近くにいたら死んじゃうから近寄れないけど。あ、確かに確かに。やってみますか、3人ベッドバッカー。3人ベッドバッカーいけるかも。待って待って、あ、全員やってる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 けど。痛い痛い痛い、待って、めっちゃめちゃ落ちてくるやん。待って、耐える、結構耐える、結構耐える。よしよしよし。耐える？でもなんか6体ぐらいピグリン相手したけど。クロスボウ一発耐えるよ、これ。パール探しでめっちゃ活躍するから待ってて。なんか青森でもない。青森ありました？見てない気がする。もうすぐ攻撃出しちゃう。すぐ攻撃出しちゃう。出ませんね。ないと思う。出ましたー。出たの？おお強い。まあ4パール、まず4パール、まず4パール。あ、出ましたー。行くぞ。8パール、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 8パール。あの左の、あの左の四角いの違うかな。え、こっちにも光っとるぞ。そっち多分ドラウンドの巣だと思う。ちょっとある。なんかこのさらに奥になんか四角い構造物いっぱいあるんですよね。あ、頭ありましたよ。ああ、これか。丸見えです。丸見えだ。やば。ここここ、オラック。ああ、これはやばいわ。これやばいね。ありがてえ。こんなことある？よし。一応ゲートできたん。まだ見えない。うわー、下来ちゃった。うわうわ、呪われたんだけど。ちょっと待って、ちょっとやばい。おい、やだよ。やばいやばい。え、やばい、やばくない？やばくないこれ。本当にやばい。やばくないこれ。え、事故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 。そんなことある？ベッド持ってる人います？ベッドない。ベッド作れるよ。あ、作れるなら。いや、ちょっと待って、ちょっと洞窟進んで、死んで、死んで、ベッド解除しよう。そうだね、そう、そうなるね、そうなるね。やば。そんなことある？海なんかな。海っぽいね。お互いに死ぬしか、はい、よし、リスポンジで OK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 。 ゴミ流しとか。では頼みます、一思いに。うぇーい。あ、待って、ポータル部屋あった。ポータル部屋あった。うん、ポータル部屋あった。普通にあの水面から見えるわ。やばいやばいやばい。え、生きたわ。ペンギンが盾になってる間に、ペンギンが盾になってる間に、盾になってる間に、俺が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 盾になってる間に、そしたらもうボンさん取り残されて、盾になってる間に、俺が生き残る。なんで俺だけ生き残れねえんだよ。あ、来てる来てる来てる。何？何？お、乗ってきますね。乗ってる。よし、行け行け行け。もうない、ベッドがない、ベッドがない、ベッドがない。僕が狩り、次行きます。行け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 、みんな行け、みんな行け。ベッドばっかりで交代交代で行け行け、面も行け、面も行け、行け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 。ここでよっしゃ、ナイス。ベッドばっか、ベッドばっかりでが、ベッドばっかりで、やったー、ベッドばっかりで。イエーイ。え、え、いて、おう、あれ、え、ハハハ、ほら、ベル、ゲゲゲゲゲゲゲ、あー、目の前で、めっちゃ広いな。いや、ちょっと待って、やばい、もうやだよ。俺が、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 一発で行っちゃう、一発で逃げちゃう、一発で逃げちゃうみたいな感じ。いる、おお、頼む。え、待って、装備拾った。ナイス。待って、あ、僕エンダーマンに。あ、ふふふ、ええー、いけ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 、一発、ジャン。ダメだ、やばいって。あれ強すぎる。グモプレスいって、頑張れ頑張れ。その範囲いった。あれ、そろ、来てる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 、チェーンチェーンがない。任せ任せ任せ、俺も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 、さっさっ、よし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 、いけいけ、俺ちゃん、いけない、俺が行けたー、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、俺が、しゃー。貧弱チーム、時間をお願いします。はい、1時間15分でございます。あ、お疲れ様でございます。お疲れ様です。はい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 、我々、こちら体力多い屈強チーム38分でございます。イエーイ、イエーイ。ちょっと
ちょい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 。なんかちょ、もう空気が重いのよ。空気が重いのよ、その3人。え、何があったんですか、なんか。何が、ネザーから出て、はい、海底神殿にの下に出た時から歯車は狂い始めた。ああ、順調だったよな。めっちゃ順調だった。そういうこと？はい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 。海底神殿。海底神殿。あ、ネザー移動してってこと？そう。はい、あー、なるほどね。潜った瞬間に全員呪われる。あ、地下で。ああ、面白い。そういうことか。いや、なんか、すげえ、なんか、異様な雰囲気漂ってたからさ。はい、ちょっと、ということで、今回、対決に勝利したのは、屈強チームでございまーす。イェーイ！ありがとうございます。今回の企画は、最高のデートコース選手権。ドズル、オンリーチーム、ボンジュール、マグニーさんチーム、大原麺、カズさんチームの3チームに分かれ、理想のデートコースを建築。完成後は、代表者一人が実際にオラコちゃんとデートをする。今回の審査はプロマインクラフター立浪先生とオラコちゃんの2名で行い、それぞれが50ポイントずつ採点し、合計点で順位を決める。あの、普段からこう雰囲気ある建築ね、目指してますから、あの雰囲気大事でしょ、デートってね。僕たちが作るものがデートコースになるっていう。そうですよ、さすがボンさん。 YouTube で一番有名なプロポーズ動画もカズさんのプロポーズなんじゃないかなっていうぐらい。おー、確かに、はいはい、そうですからね、間違いないですから。メンがそれをサポートしてくれるんですよ、今回。あ、じゃあカズさんプランニングのメン建築のプロ、このデートコースが見れるっていう。あ、車はできます。大原麺とデートっていうぐらい、はい、ご縁のない話なので。ちょっとね、僕たちストーリー、サプライズ、プレゼントでしょ、やっぱデートは。あの、デートといえば、はい、不良に絡まれるとこから行きましょう。、はい、これ車で、ほんで、はいはいはい、麺オラコになって。あ、なります、なります。オラコ、ここ乗って。え、いいんですか？いいよ。ありがとうございます。んなら、行こう。うわぁ、動いた。ランボルギーニだぜ、これ。これランボルギーニなんですね、すごい。すごいだろ、すごいだろ、これ。カツさん、マグニーさん、はじめまして。かわいい。あ、はじめまして、はじめまして。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。気合い入ってんな、気合い入ってんな、それは。お願いします。お願いします。女子力高い。女子力高いですね。オラコちゃんへ一本松で待ち合わせしましょう。待ち合わせしよう。あっち行ったらいいんかな。よし。へい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 。ちょっと可愛い子ちゃん、俺とデートしないか。赤パンの全裸の変態がいる。おい、手を出すな。やって、いで、あー、お疲れした。大丈夫だった？なんだこれは。オンリー。あれ、幼馴染。じゃあ今日は行こうか。行こう。やべえぞ、やべえぞ。さあ、ドア開けるよ。うん。お、お、すごい。あ、おお。え、すごい。あ、はい、あ、これ乗っていいの？はい。スーパーカーだな。どうすんだ、どうなのこれ。あ、着いたよ。え、もう着いたの？今日はね、ちょっと新しくできた水族館にご招待しようと。お、あー、紳士すぎる。ありがとう。よいしょ。なるほどね、なるほど、ね、よいしょ。よし、ここはね、ちょっとカッパが出るって言って有名なんだけど。あ、待って、今なんか見えた気がする。え、なになに、カッパ。うわ、すごい、すごい、怖いよ、ちょっとあれ、なにあれ。カッパいる。カッパがいる。あー、カッパ、いない、いない。あー、 ありがとう。待って、待って、座ったらいいの。見て、後ろ。え、後ろ、後ろ、え、星がある。え、すごい、めっちゃ綺麗。
めっちゃ綺麗。お願いします。いらっしゃいませ。あれ見たことあるぞ。あれあれどうも。いらっしゃいませ、はい。本日はスペシャルディナーの、こちらステーキコースでございます。はい、ごゆっくりとお楽しみくださいませ。カッパの家だ。いいよ、あの人いい味出してる。なんか見覚えのある人だったね。なんか今日2回絡まれた方がやばい。おいしい、ここのお肉おいしいよ。はい、我々のデートコース以上でございます。ありがとうございます。よーいスタート。監督がいるんだもんな。いやもう5時か。オレコちゃんいつ来んだろう。ドキドキするな。来てくれんのかな、オレコちゃん。あー、ドキドキするな。あー、ボンさんごめんなさい。あ、オレコちゃん待った、待って、待ってない、待ってない。今来たところ。ああ、よかった。今来たところ。じゃあ、ほらこちゃん、はい、行こか。あ、行きましょう。行こうか、行こうか。ほらこちゃん、渋谷初めて？渋谷、あ、ハチ公。渋谷、ハチ公。初めて。ハチ公。あ、なんだ、おった。怖い。ほらこちゃん、下がって、ほらこちゃん、下がって。なんだ、おった。あ、怖いよ。ほらこちゃん、渋谷は怖いとこだからね。気をつけて、ほらこちゃん。怖いよ。怖いよ、気をつけて。二人は、初デートである。マグロ占いって言うんだこれ。ようこそお二人、眠り占いマグロへようこそ。では二人には寝ていただきたいと思います。寝てる間に占い寝て、はい、調べたいと思います。寝てください。寝顔とか、はい、そのあたりで判断したいと思います。じゃあ、おらこちゃん、よっか。恥ずかしいよ。おやすみなさい。おやすみなさい。恥ずかしいよ。何されるかわかんない。見える。見えるぞ。わかった。相性めちゃくちゃいいです、お二人。あ、本当にやったね、最高です。でも、試練が待ち受けてる。試練と、見えましたね。しかしこれを乗り越えることで、お二人の絆はより深まることでしょう。なんだ、どういうことだろうね。試練、ここを出て右に行ってみてください。はい、では気をつけて5分を。え、何これ、吊り橋がある。え、なんだこれ。怖い、え、怖いよ。なに怖いよ。え、怖いよ。なんかいっぱい出てきたよ。怖い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 。待って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 。あれ、なんかいないよ。いないよ。ボンさんがいない。ボンさんが。ボンさんがいない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 。異世界へと飛び立ったのに。待って待って、みんなついてきてください。ボンさんがいないよ。ボンさん、ボンさん、ボンさん、オラコちゃんずっと眠ってるから。あ、目覚まされたからびっくりしちゃったよ。いや、そういうループ系ね。はい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 、ありがとうございました。ありがとうございました。おー、お疲れさー。オラコ、はい、1年だな、付き合って。いやそれではこちらの方をどうぞ。あ、ありがとう。あ、これ私の好きなやつじゃない。だろう。ちょっと飲もうか。スタッフさん素敵。おい、次や、すや。こうしてデートが始まるのであった。ここから。はあ、よく寝た。ランボルギーニだ。すごい。ランボルギーニ。すごい。乗っていいの？乗ってみるか。乗ってみたい。乗ってみよう。右クリックだ。あ、すごい立派だね、このランボルギーニ。それでは行ってらっしゃいませ。あ、痛い。
死ぬ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 事故だもん。いないいないいないからもう。もういないから。おらこじゃない。反対にしてよ。痛かったじゃない。大丈夫だったか。よかったよかった。ほら、おらこの好きな、ほら。ありがとう。今ちょっとほてっただろ、体。はい、ちょっと。熱々よ、熱々。だろ、ほら。水風呂だ。そう、押してみな、ほらほ。え、押していいの？そう、押すんだよ。いきます。ありがとう。ほら。あれ？あ、そして、昔からやりたかっただろう、これ。フェアルック。フェアルックだ。前の彼氏ひどかったよな、本当にあいつ。あいつ最低。あいつさ、本当にさ、あ、はい、あ、待って、何、え、待って、これ、オラホ、あ、あいつから命も狙われてるかもしれん、え、あいつ、あいつは、怖いよ、怖いよ、オラホちょっと、許さないぞ、この奥は、うわー、やばすぎ、何これ、どうなってるの、どうなってるの、逃げて。やばいよ、やばいよ、もうやってることがもうやばいよ、オラコ危なかったよ、危なかった、でも安心して、はい、ここだけは大丈夫だから、ここだけは大丈夫、ちょっと壊れてるよ、ここ大丈夫だよ、本当に大丈夫だ、肉好きだよな、大好き、なオラコ、この店名物の、はい、なんだこれ、豚の踊り焼きでございます。豚の踊り焼き、踊り焼き、ん、右クリック、この板を、この板を右クリック、はい、お、え、すごい。するとな、ここご覧、うわ、豚の焼き豚がある、そう、やりたてだこれは。やりたて。言い方よ。やりたてね、前から命狙われてたじゃん。はい。ね、だからオラがこれからもずっと許さないぞ。え？許さないぞ。許さないぞ。え？許さないぞ。なんでバッドエンドなんすか。いくよ、先の、あ、危ない、人間爆弾が仕掛けられてる、逃げるぞ、あ、そういうことか、はいはいはい、あ、うわー、うわー、オラコ、これからもオラが守るからね。ハッそっちがハッピーエンドだったんですね。なるほど、めっちゃ素敵。ではまず第3位からです。合計点数65ポイントでボンさん、マグニーさんコンビです。うぇー、はい、さよなら、かはい、で第2位が70ポイントですね。はい、70ポイントでカズさん、大原さんコンビでーす。巻き返したんですけどね。ということで第1位が75ポイントでドズさん、オリザチームでーす。おめでとうございます。ありがとうございます。今回の企画はマイクラ100デイズ。ドズルが工業化されたハードコアの世界で100日間を生き抜く。工業モッドとは、特殊なシステムやアイテム、電力などの概念をワールドに追加することにより、設備や採掘の自動化や武器防具の強化を可能にする大型モッド。今回の目標は1つの鉱石から5倍のインゴットが取れる製造ラインを作ること。2熱、バイオ、ガス、太陽、風力を使った発電をすること。3マイクラ世界のラスボスであるエンダードラゴンを倒すこと。さあ、1日目、メサからのスタートです。さあ、まずね、工業化モッドといっても、生活の基盤を整えないといけないんで、木を切って、鉄掘って、あ、ちっちゃいスケルトン。
ちっちゃいのが出てくるんですよね。すばしっこいちっちゃい敵が出てくるので気をつけないといけません。あ、これオスミウムの鉱石ですね。オスミウムの鉱石、そして鈴の鉱石ですね。この工業化モッドには他のマイクラでは出てこない鉱石なんかも出てきます。もう早速手持ちはドズってます。3日目、ピラミッドでちょっと嫌な予感がしたら中で大爆発やべえ、危なかった。そしていよいよ初めての機械を作っていきます。あー、出た、熱発電機っていうのを作りました。これに熱を加えてあげると電気を発電してくれるみたい。そしてこの発電機、なんとマグマの近くにいると常に発電してくれるっぽい。こんな感じでマグマで囲んであげて発電機、これ燃えないのかな、これで熱発電ができるようになります。11日目、ずっと地下にねこもっていたんで階段を作っていきます。15日目、今日もねシルクタッチを奪いに、あ、もらいにね、村人さんたちとコミュニケーションを取っていきます。1日中やってたらやーっとシルクタッチ来てくれた。このインゴットからじゃーん黒曜石の装備になりました。なんか見た目黒曜石っぽくないけどね。19日目、この黒曜石のツルハシと黒曜石の斧、黒曜石のシャベルを合わせるとパクセルっていう謎の装備になりました。木も切れるし砂も掘れるしっていう感じです。3つのツールが1つになってるから整理整頓もはかどります。あ、置いてみるとでかくて、なんかすごい立体的だ。この風力発電機は高ければ高いほど電力を発電してくれるので、高い位置に風力発電を置いていきます。22日目、今までねずっと地下の暮らしをやってきたんですけれども、地上にお引越ししていきます。風力発電からね、電気を送って、今まで作った機械を設置していきます。これ下の氷が電気で溶けちゃうな。28日目、この工業化モッドはね、いろんなアイテムがあってすぐ手持ちがドズっちゃうので、このパーソナルチェストっていうのを作りました。このパーソナルチェストは、まあ、いわゆるラージチェストを持ち運べるみたいな感じなのかな。おー、すごい、一つのこの石炭を掘ると他の周りの石炭も、おーすげえ、これはいいですね。この最強のツルハシにはいろんなモードがあって、早く掘ったりだとか同じ鉱石を一気に掘ったりっていうことができます。30日目、100日間ね一人ぼっちは寂しいので、このロビットっていうロボットを、作りました。ロビットもきちんと充電しないと作れません。ロビット、今日からお前はボンジュールだ。31日目、早速ねデジタルマイナーを使っていきます。これで自分で掘らなくても勝手に機械が掘ってくれるっていう、素晴らしい機械です。いや、掘れてますね。私が考えるね、なんか一番工場っぽい工場を作っていきます。やっぱり工場にはでかい機械でしょっていうことで、謎の機械を作っていきます。加温蒸発濃縮ブロック、バルブ、コントローラー、いやー、何してるかは全くよくわかんないけど、まあかっこいいからよしとしましょう。45日目、風力発電機をね、なんと20機も作りました。これで電力には困らなくなるんじゃないかな。これで、あー、来た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 これで自由に空も飛べるし、落下ダメージもゼロと。おー、いいですね。これで自由自在、もうほぼクリエイティブです。さあ、20機の風力発電機。僕昔からこういう機械いじりとかがね、もう時間を忘れてやっちゃって、まあ、この、ね、5日間のね、ずっと機械をいじってた時間は幸せでした。64日目、どんどんね、科学の力は発展しているんですが、ご飯がなくて死にそうです。村から小麦を調達します。いつまでも飯がね、豪華になりません。71日目、整理整頓もね、綺麗にできたので、今日は掘ったアイテムをアイテムごと転送して、まあ、勝手にね、この装置の4倍ラインに乗せてくれるっていう、装置を作っていきます。来ましたね、これ。これで遠くで掘って、そのアイテムが勝手に輸送されて、さらにそのアイテムたちが、勝手にインゴットになっていくっていう、装置になりました。テレポーターフレームの完成です。これでこの世界でのどこでもドアが作れるはず。さあ、設置をしてみまして、2箇所でこんな感じでね、扉を作ってあげて、さあゲートになりましたね。これで、あ、一瞬で移動できました。まあ、これ距離が遠くても一瞬で移動ができるようになるので便利なやつです。さあ、村人さんたちもね、幸せそうに暮らしてます。
なんだこいつ、すごい装備をしているゾンビピグリンを発見しました。77日目、金に物を言わせてピグリンからパールを奪いました。これで、あー来てますね。さあデジタルマイナーで丸石を掘って、その丸石をガンガン焼いていく。すごい、やすごい絵だな。81日目、区画をねかなり広くしていきました。こんな感じで遠くから見ると工場っぽくなったな。ちょっと殺風景なので、ここに、ドズル銅像を作っていきます。82日目、ドズル銅像が完成しました。鉄とかウランとか金とかをね、使って、この、ドズル銅像を完成させていきます。83日目、ドズル銅像にね、風力発電機を持たせて、なんかエコの象徴みたいな感じになりましたね。86日目、いろいろね、難しい機械を組み合わせて、5倍化ラインの基本はできました。まあ、説明が難しいんですけど、この右のところで硫酸っていうものを作って左に送り込みます。で、この左に送り込まれた機械がアイテムを5倍化して4倍ラインに流すっていうことで、1つの鉱石から5倍のアイテムが手に入るというよくわからんシステムです。87日目、このね、機械に必要な硫酸を作る、機械を作っていきます。多分見ている人は何をやってるのか全然わからないと思うんですけど、やってる僕も全然わかりません。まあ、とにかく複雑な機械が完成しました。いやーこれちょっと金が足りないな。圧倒的に金不足しているので、ドズル銅像からね、ちょっとだけ頭を拝借します。ごめんよ。95日目、勝手にね、自動でクラフトしてくれるので、私は眺めとくだけです。これで、太陽光発電100枚完成いたしました。いやー大変でしたね。なんとか100日までに間に合ったので、この100枚を並べていきます。100枚完成。いやー大変だった。ここかな。ボンさんもついてきてくれてます。もう時間がないので、一気にエンドラまで行っちゃいます。ボンジュール行くぞ。ラストは上から撃ち抜いていく。エンドラよりもね高く飛びながら倒せました。現世に戻ってきました。一番最初のとこだ。懐かしいな。始まりのメサ。あ、でもボンさんがいないかも。あれ、ボンさんどこ行ったんだ。ボンさんがねいつの間にかいなくなってました。エンドラと戦ってる間に、どっか迷子になってんのかな。エンド要塞に行っても、ボンさん、あ、いた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 。エンド要塞の中で迷子になってましたね。ボンさんも家に帰ってご機嫌そうです。そして、頭の中までねぎっちり鉱石が詰まってるドズル像、鉱石を5倍にできたりだとか、まあ電力が必要だったりだとか、まあなんか本当にこう知らないことだらけで、いろいろ調べながら、試行錯誤して作っていくのがね、なんかその普通のマイクラと全然また違った、マイクラを遊ぶことができて本当に楽しかったです。結構その見てる人もちょっと難しそうだなみたいなのあるかもしれないんですけど、難しかったけどめちゃくちゃ楽しかった。まだまだね、この工業化モッドは触れなかった要素もあったので、まあ、もし、またいつかできる時があればね、再チャレンジしていきたいなと思います。いや、この動画伸びてほしいな。僕結構やっぱ工業化モッド好きだから、まあ、もしこの動画が伸びたらね、100デイズから200デイズの続編も取っちゃいたいな。今回の企画は世界一無駄な装置選手権。2人1組の3チームに分かれ、ひたすらに無駄な装置を作成。今回もプロマインクラフター立浪先生に採点していただき順位を決める。世界一無駄な装置でございます。ちょっと建築ではないです。世界一無駄な、装置を作ってもらって、それを、はいはい、立浪先生に採点してもらうと、プロマインクラフターの立浪先生に最後採点してもらうという感じでございます。採点基準は分かりません。世界一無駄な装置です。なるほどね。それを、はい、世界の立浪に審査してもらう。プロマインクラフターの立浪先生でございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに辰巳先生、無駄な装置を採点したことはございますでしょうか。ある人いるんですか、誰か。これがね、2021年、最新型丸石1個訂正機です。はい。なので、ここのトラップドアか、あ、違うか、フェンスゲート開けて、貫通板踏んでいただければ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない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 大丈夫ですか。あ、大丈夫です大丈夫です。貫通板踏んでいただければ。はい、では行かせていただきます。お願いします。すごい。おお、なんだなんだなんだ。おお、なんだ。今日は
おお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 お燃費悪いっすね、はい、燃費激悪。回路必要ですかこれ無駄でしょ無駄でしょ無駄ですね無駄なのよ。全手動仕分け機です。あ、こちらに、はい、はいはい、入れていただいて。便利そうですよ、一見便利そうですよ、はい、入りました。おー、すごい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 、すごい自動なんで、はい、自動で。おー、すごい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 、ここ全然全然全然全自動で。来ましたね、来ましたね。運んできて、はいはいはい、先生先生こっちか、先生こっち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 、先生先生先生、その前に立って、ディスペンサーの前に立って自分で。あれあれ、あ、もう赤ねし、これしかも、あ、くる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 、あ、もう回る。次こっちこっちこっち、仕分け自分で、自分で仕分けを。全手動。無駄だな。全自動竹収穫機です。おお、はい、はいはい。全自動じゃいいじゃないですか。だけどだけどこちらレバー引いてください。これですか。はい、はい、はい。いきます。はい。はい。おお、すごい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 。収穫したことから燃えてしまう。収穫できてないですよそれ。え、いるこれ。これ。うちがね余るじゃないですか。余りますね、余ります。微妙に耐久残って余るでしょ。あ、余りますね、余りますね。手持ちがいっぱい、ね、それをね、このディスペンサーに入れてください。このこいつ、そう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 、入れていただいた、はい、最後まで使い切ります。無駄な家を作りました。なんとこの家、遠隔で冷蔵庫開けます。なんで、まあ遠距離で開くことはできない。取れない。きっとり、はい、取れはできませんので、また行っていただいて開く。あ、でも事前に中身は確認できます。はい、事前に中身は確認。事前に確認する必要ないのよ、それ。うん、トイレに行きたくなりますよね、トイレに。僕なんかすぐトイレ。ご飯食べたらね、はい、こちらをご視聴ください。冷蔵庫開けてね、はいはいはい。お、トイレ外。ちゃんとストーリーになってんだ。うるせえな、なんか。あ、これあれなんですよ。やっぱトイレするときってこういうなんかこう音が鳴る装置があるじゃないですか。あ、音姫ね。あ、音姫です。はい、先生どうぞ用を足してください。はい。はい、ほら、逆や。するとき静か。音全部聞こえるやん。静か。はい、トイレをするときに。先生先生、音全部聞こえてますよ。はい、ボトルを取ってください。あ、まあまあまあ当然必要ですよね、こう一つ、はい、はい、そうですそうですよね、はい。で、ウォーターサーバー直接継ぐタイプではなくてですね、ちょっと外にありますこちら。え、このチェストの中にボトルを入れてほしいです。え、何のために入れていただいて、はい、入れていただいて、入れました。で、ウォーターサーバーのボタンを押していただけますと。はい、来ました来ました来ました。ああ、来ましたね、来ましたね、流れてた、はい。さあ、こちらですね、水が飲みたいときにいつでも水が飲めるウォーターサーバーでございます。はい、あー、なるほどなるほど、はい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 、私水飲みたいだけなんですけど、今度大冒険しなくてもいいんですけど。いや、こちらですね、はい、雪解け水が、はい、山岳の雪解け水が。あ、そうか、山の上から汲んできてくれるんだ。汲んできてます、汲んできてます、はい。あー、戻ってった。一杯分だけ産地食材でございます。無駄にレールの方向をちゃんと制御してる。そうなの。スタイリッシュに無駄なものというものをちょっと作らせていただきまして。おお、そっち方向に無駄。それでは皆様、我々が作ったドラゴンレボリューションの方に。ドラゴンレボリューション。ション名前が大原見えんだな、本当に。ドラゴンレボリューション。はい、え、これこれどうやってるんですかこれ。これプレス、プレス今動いてる。プレス今動いてるから。プレス今じゃないよ、今じゃないよ。あ、言ってます言ってます。あー、潰されてる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 。あー、なんか加工されてる。なくなっちゃった、ポーションなくなっちゃった、ポーション切れちゃった。ずれてるよ。で、最後が
おお、なるほどなるほど、出てきます、すげえ、加工されて出てきます、はい、まあ鉄が出てきましたね。はい、すげえ、なんだこれは、え、すげえ、そうですね、このドラゴンレボリューションはですね、あの最初に入れた鉄がさまざまな工程を経てまた鉄となって出てくるという全力を出した装置となっております。なるほど、すごい無駄だ、すごいぞ。なるほどなるほど、溶かして、溶かして叩いて加工してねえ、無駄だな、そういうコマンドになってるのか、はやばい、見られてる見られてる。中身見てる、中身、あ、中身も見てるんですか先生。あ、すごい、あー、なるほど、あ、ここでもそういうことか、なるほどね、あ、で、これが、うん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 、あー、そういうことか、はいはい、タグ使ってんのね、なるほどね。ちょっとちょっとこれちょっと今度使おう。ドズルさんオンリーさんの、おー、確かに出た、一番湯の役には立ってるってことだ。立ちましたか。美しいんですね、雪解け水が。いやいや、あれは確かに良かったですね。やっちまったな、オンリー、あれ。たまに組めない仕様にすればよかった。はい、さよなら。さよなら。はい。大原さん、ペンギンさんチーム。おお。はい。おお。ちょっとかっこいいなって思っちゃった。どうだったよ。使えるなこのシステムって思っちゃったんですよね。良すぎたか、良すぎたか。はい、残念でした、さよなら。さよなら。はい。ということで、ボンさん、マクニさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、改めまして、では、今回、世界一無駄な装置選手権、優勝は、ボンさん、マクニさんチームでございます。おめでとうございます。イエーイ、喜んでいいんすか、いや、喜んでいいんすか、でも、喜べんの、これ。無駄でしたね。ちゃんとしたコンテストで勝ってくださいよ。そうだ。セキュリティ刑務所から抜け出し、逃亡を続けていたボンジュール。ついに捕まえることに成功したドズル社メンバーはマグマに囲まれた建設途中の刑務所にボンジュールを投獄。今度こそ逃げられない最強のセキュリティ刑務所を作成した。セキュリティチームとボンジュールの戦いが再び始まる。みんな、またあの大泥棒ボンジュールが捕まったらしいよ。これねえな、これねえな。人体って難しいですね。人体、何を作ろうとしてんだ。いや、形は見えてきました。ごめん、何を作ろうとしてんの。人体レンスは近畿だぞ。これめっちゃしょうもないの作っても大丈夫ですか。全然いいよ。ボンさんの良心を試して、ちょっとね、こういう段差があったらピーちゃんもなかなか来れないんで、これでまあ5分は稼い、5分は過ぎて、ね、5秒ぐらいは稼いでね、はい、ちょっとずつね、はい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 、食堂あるっていう、できるところです。え、なにこれ、え、なんだこれ、あ、ま、これは、あ、これはまさかギロチンか、あ、そういうことか、うわ、処刑場だ、オンリー、すげえ、あとまあ焼けるところです。焼けるところもある。すげえ、なんだこれ、こちらいただけるおめえ、なんだこれ、こちらデスドズル監視長、デスドズル監視長、やべえ、めっちゃムキムキや、この牢獄の主です。あ、この監獄を守ってるんだ。監視長いいな、監視長の口から出てくるんだね。で、ここで初めてボンさんが、わあ、ドズルさんやったんやみたいな。あ、確かにここで気づきますね。ここで気づくね。口って何だったんだみたいな。あ、面白い。っていうのが、今回僕が作ったものになりますね。いやー、素晴らしい。いやー、素晴らしい。行くぞー、また捕まっちゃったよー。あー、せっかく出られたと思ったら、今やっちまった。いや、油断したのよ。まさかまさか、まさかまさか俺としたことが。なんだよ、何見てんのよ、おい、出してくれ、出してくれ。ダメだ、何にも聞きやがらねえ。こうなったらまた脱獄するしかねえな。あー、坊さん、また捕まったんすか。なんだよ、
何見てんのよ、ちょっと監視どもだ、監視どもだ、監視、監視、監視が来た。オッケーです。それでは、泥棒ボンジュール脱獄スタートです。ブーン、始まりました。お、来た、お、来た。もう始まってんの？始まってますよ。もう始まってんの？牢屋じゃん、だって牢屋じゃん。わ、なんだ、ただの水だな、水だな。あそこもさ、トイレです。そう、こんなとこ使わないで。これが俺のトイレか。疲れ、疲れと汚いですよ、はい、トイレ。もうさ、汚いですよ、疲れと。いや、それはヒントなこと、なんかヒントなこと。あ、あそこにも取れんのかな。え、したら、なんか隣の部屋にね、あー、なんか、あー、なんか取れた、これ読めた。新入りへ、この監獄に一度入ったら終わりだぜ。トイレを流すレバーも外についているからな。うんちするとずっと臭いんだ。監視に頼んで流してもらいな。トイレを流すレバーが外についてる、これがヒントだな、さては。なるほどなるほど。って何、トイレ流すのも監視に頼まなきゃいけないの？言えました。あ、監視、トイレ流してく、トイレを。ああ、逃げた。面白いな。あ、なんか俺、振り向きが、振り向きが。いや、これ一瞬、一瞬、一瞬、待って待って、こっから。これだ、これだ。振り向き遅い。遅い。遅い。違う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 。見違えました。ここで。頑張ってマウス感度上げるわ。ついに。ついに。ついに。やばい、北風と太陽や。ついにボンさんの、あ、感度上がった、感度上がった、めっちゃ感度上がってる、めっちゃ感度上がって、早い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 早すぎる、早すぎる、早すぎる、感度が抜ける時間できた。さらばじゃやったやった、トイレに流されてった、次のステージ行った。よしマウス戻して。あー、結局。いやいやいや、さすがにね、うん、一時的なもんだったんです。一時的なもんですね。はい、それはそれ、それはそれ。あ、これはこうだこうだこうだ。あー、脱獄してる、脱獄してる。さあ、これからだ。結構この先に行くと戻れません、大丈夫ですか。バカ野郎、もう戻ってこねえんだよ。悪い。まずね、サボンさん、オラフ君ゾーンに突入しました。新しいことやってくるな。新しいことやってくるんだ、これ。痛い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 、ファンライターって、痛い、ちょいちょい来るんだよ。え、これでいいの、え、これでいいの、これ。おお、ニューコンチャッチャメイド、こんな簡単でいいのかい、オラフ君。ニワトリも一緒に脱獄させますか、どういうこと。あ、ニワトリ連れてこいってこと。ビーチャー、ついてこついてこ、どういうことだこれは。なんでニワトリと一緒に行くんだ俺は。もうさ、見つかりやすくなりません、大丈夫ですか、ニワトリと一緒に行って。なんでニワトリと一緒に行くんだ。さっきの監視、さっきの監視がね、気づくかもね、ピーちゃんがピーピー言ってた。どういうことだ、ニワトリと一緒って。あれ、なんか音がするな。いや、なんでもないです、なんでもないです。おう、あー、いけそう。どういうことだ。ボンライダーボンライダーでいけ、ボンライダーでいけばいいんだよ、あんな。ディアトリがかわいそうっすよ、置いていくんすか。確かに、ピーちゃん置いていくんすか、ボンさん。オッケー、ボンさん、ピーちゃん、ピーちゃん置いてくよ、置いてくよ。ピーちゃん、なんで、なんで一緒に行くのよ。ボンさん、置いていくんすか。え、取りにかく行ってる、勝手に焼き鳥、焼き鳥持ってる、勝手に。焼き鳥、ピーちゃん食った、ピーちゃん食ったっすか、ボンさん。ボンさん、後ろ見てください、一回一回後ろ、ほら、あんなに、あんな可愛いピーちゃんを。うわ、悪い。お前はできていけ、お前は、お前はできていけ。うわぁ、ほらか、足取り失敗だ。うわ、極悪人だった、ボンさんも。極悪人。絶対この床、絶対この床のどっか、わかりやすい、ほら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 、中庭の鍵手に入れた。中庭の鍵、このディスペンサーだ、これだ。
開いた開いた真ん中。すげえ。開いた開いた中かけ開く進む。やめるやめるやめる。おお撃たないか。いでいで撃つんかよ。なんだよなんで撃たないの。よし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 。あ、シュルカ発見。偶然逃げ込んだ先にシュルカ。ハサミ、ハサミゲットした。ボンさん10分切りました。10分切りました。ハサミ、ハサミなんかどうすりゃいいの。ハサミなんか強すぎる。ここにやるけど、どうした。さあ、監視を監視をボコボコにしていきます。でで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 。さあ、残り1分。やばいやばいやばい。残り1分となりました。なんかあんの、今後先に。もう気づいてないことはないですよ、ボンさんも。全部、要素は気づいてますよ。気づいてる。さあ、残り20秒。1、2、3、4、5、6、1、2、3。ビビービビビビビーン。ボンさん、脱獄失敗。ガンガン。なんだ、ここボンさん、延長して解きますか、謎解き。延長します。延長して脱獄延長します。脱獄延長します。じゃあちょっと、はい、残り時間でちょっとボンさんゆっくり頭を使って解いてみてください。4と7、8、9。あ、これか。1234と、あれ合ってんじゃん。4と3。わあ、開いてる開いてる。どういう意味で開いたのか分かんないけど開いてる。さあ、ここで食堂の謎を解くことができました、ボンさん。4と、これか。ああ、さあ来た、脱獄中。いや、いや、雲の巣邪魔。雲の巣邪魔。雲の巣大変ですね、ボンさん。雲の巣邪魔、これ。雲の巣邪魔ね。ハサミ使えばいいんじゃん。なんだあれ。入れるぞ。あっち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 、いちいちあっちな。トイレだよ、やく。なんなんだよ。トイレはしていく。一応流す、一応流す。何か開くことがした。マジかよ。マジかよ。どうだ。お、なんか上に行ける。なんだこれ。いきなり当たり引いちまったからごめんなめ。ごめん、こんなすげえの作ってもらったけどいきなり当たり引いちまったよな。悪いな。ほら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 、おっとおっとほら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 、水で飛び込めばいいんだもん。おっと、おうで合ってるし。え、おおっと、あそこ近くね、これ。こっから外に出て。いや、でもダメだ、マグマの。どうすりゃいいんだよ。あ、いる。オンライダーがいる。感動の再会。感動の再会。よっしゃー。行くぞー、悪いなー。めっちゃ背中、背中がかっこいい、ボンさん。すげえ、なんだここ。なんだ、こんな人だったのか、すげえ。あ、脱獄してた、ボンさんが。さらばだ。消えた。ボンさん、バイバイ。いやー、青い海、白い雲、そしてブス。みなさん、なになに、なに、どうした、誰がブスだよ。最後で全て台無しないよ。すげえ。おい、待て。あ、なんだあのボロい船は。もうちっこい船があんな。前方にボロい船発見。なんだなんだ、漁船か、漁船か。え、おい、めっちゃ天候悪くなってる。めっちゃ天候悪い。ちょっと待って、やばいって、海で天候悪くなるのやばいって。でも俺ら結構大丈夫な、この船丈夫だよな。待って待って、これ、しゅん、これ重要な水分源だからこれ。いやいや、口開けるな、上向いて。いや、持ってきてるから水くらい。やばい、みんな衝撃に備えろ、早く。しゅん、バカ死神クロレナさん。はい、俺たちは引き返しましょう。俺たちはこのまま無人島へ向かう。クロラさん、やばいっすよ、カメラ忘れてた。セリカミ、クロラさん、押すなよ、押すなよ、絶対に。ミト、分かってるよ、押すなよ。クリエイティブモードなんよ。そうだった、そうだった。
おい、やばい。もう行ってこい。ってことお前くれってことはあれあれおおいや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 今回はね、僕たちすごい情報を手に入れたんですよ。なんすかなんすか。なんとあの日常組さんがある無人島にお宝を手に入れに行ってるらしいです。え？え？お宝？お宝？お宝？ちょ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 、お宝とちょ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 。あら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 。あそこの船に、すげー船。立派だ。立派だ。僕たちの船より立派でしょ。日常組さんがあの船に乗ってるらしいのよ。だから日常組さんの後をつけて無人島に行けば、僕たちもお宝ゲットできるかもしれないから。そっか。日常組さんがお宝を見つけたのを横取りする作戦だ。卑怯だ、卑怯だ。いやでもね、やっぱうん、おんぶに抱っこで行きましょう、今日は。確かに確かに、ちょっとここはね。うわ、みんなちょっと嵐だ。やばい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 。これやばいぞ、船が、船、僕たちの、僕たちの船、ボロいから。安定感が、安定感がやばいぞ、これ。やばい、水漏れしてる。水漏れしてる。ボンさん、左に寄って、ボンさん、左に寄って。沈む、沈む、沈む、沈む。あー、嘘ー、穴が開いてる。あー、もうやー、水が、水が、うわー。秘宝を求め、無人島に向かっていた、ドズル社と日常組のメンバーは悪天候により遭難してしまう。バラバラになってしまった8人の目標は全員の合流、さらに秘宝が眠っているという遺跡の謎を解き明かし島から脱出すること。島に漂着してきた難破船を使えば同じ無人島内の他の船と通信することが可能となっている。死んだら復活禁止の過酷な状況で無事秘宝を手に入れ脱出することができるのか。おいみんな、どこ行っちまったんだ。いやここはどこだ。これみんなと離れ離れになっちまった。なんだここ。違う、うわぁ、この島、縦乗りじゃーん。ってこれ絶対ペインさんやってるから。これ絶対ペインさん、ペイントさんもこの島たどり着いてんのかな。クロナーさんも、あ、目的の無人島にとりあえず来れたのか。僕らの船がなくなってるよ。なんだこの薄い水の音。え、すごいすごいすごい、なんか、え、この水炭酸だ。炭酸水発見した。うわ、やばい。あ、これ絶対美肌にいいやつだ。あ、ほら、お肌綺麗になる。はい、ということでやってまいりました、日常組さんとの、コラボ企画無人島でございます。ちょっとね、無人島ね、死んじゃうとマジで暇になっちゃうんで、ちょっと早速頑張ってサバイバルしていきたいと思います。ボンジュール、ボンジュールだったのです。はい、絶対に絶対に生き残って秘宝を持って帰ります。よろしくお願いします。今日こそ生き残る。さあ始まりました、無人島漂流1日目でございます。はい、ちょっと早速なんですけど、あの下にベンガルトラが見えております。ちょっと逃げよう。とりあえずお水だね、お水確保しないと。ということでちょっと漂流してしまったんですが、ちょっと頑張ってこの無人島から脱出していきたいと思います。いやー怖いな。ということで皆様、2回目です。今日は何の武器を作ってやろうかと、はい、いろいろ考えてるわけですけど、とりあえずまた生存できる頑張ります。あ、名前忘れた。あ、四谷総原です。頑張ります。うぇい、気打ち石、気打ち石。めっちゃ楽しい。なんか僕この島にたどり着いてからヘッドホンできるようになって新能力身につけた。今回手持ちが9個しか持てないらしいのよね。普段ただでさえ僕荷物いっぱいになっちゃうから、
手持ちが少ないっていうのはかなり怖いけどね。作業台さえできちゃえば。あ、オラクいるじゃん。え、オラクいやー、誰かいないかな。じゃ、とりあえず砂利を見つけて。やだよ、なんで砂利ないの。本当に砂利ないんだけど。あ、ドーゼルさん、そこにさ、なんかチラチラ、あれなんだよ、あれアフリカのライオンって、あ、なんでアフリカのライオンってなんだよ。ストーリー的には西尾組さんが目指してるお宝を横取りする体なんでございますけど、正直なんかストーカーみたいなことして後ろからつけてきました。天罰でしょうか。いや、ちょっとみんなにね分け与えられるぐらい充実した男になりたいです。この新しいウッドタワーシールドポンジジャケーン。はい、ガキ大将。え、オラくん、あ、危ない、死にかけなんすよ。え、な、死にかけ、なんでなんでなんで。もう砂利がなくてもオラくん、これを使いな、作業台作ったから。え、じゃあ2人でちょっと生き延びよう。え、早いな、結構合流が。いや、僕たち、マジで一番最初じゃない。うん、一番最初です。もうお腹もあと残り3で。嘘でしょ、めっちゃ動いてきたじゃん。ちょ、待って待って待って、もう死にかけでした。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと一緒に食料調達しよう。豪華メンバーに来てもらってるから。はい、3人とも餓死みたいな。いや、ありえますよこれイエーイ。はい、今回も強そう。どうも先住民です、よろしくお願いします。完璧だろ、のツルハシ作ったったわ。これであのヘラージカを倒す時が来たみたいだな。うわー、アクア、アクア、あんな、アクア、あんな顔して俺のこと見てんの、ヘラージカのやつで。これ多分ね、離れたらねまた俺のこと忘れるんですよ。やつじゃんこれ。ねえ、ペイントさんがいなくなった、この世界から。嘘でしょ。あれ、え、殺害された。え、マジ。ちょっと待って、これキノコいける、動物なんか食わなくたって。あれ、何が聞こえるか。あれ、どこから気配が消えたはずのペイントさんの声が。わしだよ。誰。わしはヘラジカに撲殺されたペイントだよ。ヘラジカに撲殺されたんだよ。おい、このムーズってやつヘラジカか。ヘラジカに喧嘩を打ってボコボコにされたんだよ。お前は生き残るんだよ。何してるの、僕ペイントさんに会うの楽しみにしてたのに。なんか死んでるじゃん。一人実況、一人実況だよ。ただのね。超頑張ってね。頑張ります。え、これ消えるの、消えちゃうのペイントさん気配。え、消えた。消えたんかい。おい、なんだい、ゼラジカにボコされたって言ってたぞ。誰とも会わないのが一番怖いな。あ、誰かいる、死神さんや。行くとこ。え、全身鉄装備じゃね。え、ガチでいない。え、人がいる、人がいる、ちょっと待って、手振ろ、手振ろ、手振る。わー、やったー、人いる。は、トズルさん、あんた、そんな姿してたっけ、ドズルさん。なんか、タイガーマスクつけてない、この人。完全にプロレスラーみたいな見た目してるよ。
階段作ってる場合じゃねえんだよ、そんなの。悠長にナンパしてんの俺らは。そんで俺は死んでるのよ、クルナーさん。メンバーが一人死んでる状況で家建ててんじゃないのよ。何してんの。早く合流しに。家ドアちゃんとドア作ったな、明かりも置いたな。オラフ君いた。おい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 、こういうじゃねえか。できたできた、よかった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 。なんか俺より原住民おるな。ええ、ちょっと待って。んどうしました。野生の豚がいる。合流だ。イエーイ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 。よしよし、よかった。ここと下がった。着々と合流してる。オンリーさん、いや、よかった。いや、瀕死じゃないですか。大丈夫ですか。僕体力今1なんですよね。あげましょう。ありがとうございます、ありがとうございます。赤キノコが見つからなくて一生放浪してたんですよ。いや、逆に自分茶キノコが見つからなくて放浪してます、ね、あ、じゃあもう全然茶キノコ。よかったよかった。あ、ちょっと他の人探しに行きますか。合流しましょう、どんどん。でも鉄の装備作りたいな。あ、入れましたね。え、鉄あるんですか。いや、あんまり着なくても自分結構この場合生まれてる。ちょっとちょっとちょっと、そんなんいいんすか。恩恵受けちゃって。俺なんか鎧なくても余裕だしみたいなやつですかそれ。あ、そういうことです。そんなもん受け取れるかよ。ほら持って帰んな。普通に着るじゃん。あ、あ、誰かいる。あ、え、あ、誰かいる。どこ。2人来ました、2人来ました。2人。あ、あ、あ、オンリーちゃんと死神さんいました。おー、マジ。おー、合流だ。待ってよ待ってよ。え、あ、誰かいる。え、え、嘘。誰か、メンだ、メン、大原メン。わー、よかった、会えた。なんか鉄ブロックがすごいとこにある。あ、やんだ、雨もやんだ。会えた会えた。なんか逃げてない。なんか、なんか、なんだなんだ。あれ、あれ逃げてるな。お、逃げてるな。逃げてる。食料だ、捕まえろ。食料だ、食料だ。はい、豚。あれ、本当に逃げてきた。え、なになに、本当に逃げてる。あれ、どこで誘導してる。ちょ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 、止まれおい、なに、なにそれ。何持ってんのそれ。ハルバード持ってるって。うわ、燃えてる、すごい。え、燃やしてる、なんか、え、やば、燃えてる。あ、じゃあ、あれ雷か。あ、あ、あ、すごい、ナンパ線、ナンパ線。あれ？これナンパ戦？あ、みんないる、みんないる、やったー。みんないる、すげー。よし、もう今次ちょっと肉を手に入れて、肉を手に入れて仲間の元に向かうぞ。ついにアフリカのライオン、勝負をつける時が来たな。やるぞやるぞ、俺はやるぞやるぞ、俺は。ダーン！あー、届かない。たーん！お、もう来ました。大丈夫大丈夫、降りてこれ、降りてこらんね、降りてこらんね。いや、上を捉えてる、上を捉えてるけど、降りてこらんない、あいつも。届かない、俺の攻撃も届かない。やばい、どうしよう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 。待って待って、俺、なんか、あそこな、あそこな。うわ、どこ行った、どこ行った、どこ行ったライオン、どこどこ、あーあーあいつしまった。ドラッグ剣長すぎて。これ。でかくない？さっき持ってたハルバードみたいなやつも僕が見たい。ハルで。違う。死神さんに、死神さんに渡して、死神さんにちょっとやっぱゲストなんで、ゲストなんで。はい、絵面がすごいことだ。待って。怖い怖い。両手持ちしたい、両手持ちしたい。両手持ち、両手持ちでちょっと。すごい。めっちゃ強いですよ。恐ろしい恐ろしい恐ろしい。何これ、これめちゃくちゃ怪しい遺跡があったんですよ。もう遺跡だ、すげー。これなんだ、モアイ、これだ、絶対これだ、絶対これだ。奥になんかチェストがありますね。なんだなんだ、なんか、なんか生き物もいますね。トラみたいにいますね。何これ。あとはでも生き残りで合流できてないのはクロノアさんですかね。クロノアさん、そうですね。僕さっきなんか亡霊が通話に入ってきて、はい、私はヘラジカに殺されたペイントって言ってたんで、
はもういないと思います、このように。ヘラジカにやられたんすか。そうなんですよ、ヘラジカだったか。これさっき虫の池にヘラジカいたんすよ。それだそれだ、絶対それでしょうね。あそこだったんだ。それ敵打ったんだもん、ベイトさんの敵打って、さっきから食ってるヘラジカそれだったのか。ピントさん、あんたも死んだってのか。ピントさんもか。僕開始数十分でヘラジカに殴り殺されて死んだ。ヘラジカ。ボジュラさんは。僕はアフリカのライオンにやられて死んだ。誰にも出会わなかった。俺もだ。ナンパせんこれ。気づいたか。あ、気づいたろ。気づいた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 。よし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 。あ、もしクロノアさん。あれ、え、え、え、繋がった。応答になります、クロノアさん。クロノアさん、今どこいますか。ナンパ船につきました。死神さんとクロノアさんで なんかこうシンパシーで。そうですね、まあ、普段だったらまあいけるかもしれないですけど、死んで死んでいけませんかね、これ。クロノアさん、はい。こっちいけるんかい、それで。あ、今太陽がでもちょうど真上なので。真上ですね。もうちょっと偏ったらいけるかもしれないですね、うん、なるほど、すごいな。今どっちだ、僕たちから太陽離れてる気がします。あー、そうですね、確かに。あ、なるほど。なんで太陽が昇ってくる方向に来ていただけますと、はい、僕たちが東側に僕たちいるかもしれないです。やばい、めちゃめちゃ頭いい会話してる。もう全然わかんない。全然わからないですよ。太陽が沈む方向ってどっちなんですか。東から西じゃないですか。おそらく。はい、そうなんだ。ちょっとじゃあ、 あの仮拠点の荷物全部まとめて。はい。東の海岸にお越しください。あ、なんか目印みたいなのが置いてある感じ。お、あれじゃないか。なんか高い塔見つけたぞ。あ、いたいたいた、見つけた見つけた。よっしゃ、合流できたぞ。めっちゃ遠かった。クロノアさん来た来た。あ、クロノアさん来た来た来た、多分左から来ます、多分。お、あ、来た、クロノアさん。やったやった、すごいすごい、一人で一人でよくぞここまで。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、よかったよかったよかった。いや、動き出し始めましたね、とうとう。あの遺跡に挑戦するのかぽいな。アフリカライオンが上にいるんすよ。いけアフリカライオン、やれ。あ、ほんとだ、めっちゃ気づいちゃった。なに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 。ちょっとボンジュさん、あの今ここ、今これチェストあるじゃないですか、一番入っ、あ、登ってきて、階段登ってきた、はいはい、最初のチェスト、はい。で、ここの右見てください、ここ、右側、こっち側、俺の顔見えますか。見えます、見えます、見えます。ここ見てみてください、この、ここ、あ、この隙間、あ、あ、チェストあるんすよ。あ、ほんとだ。あ、こういうとこに気づくの俺なのよ。うわぁ、あ、もう俺いないから。ダメだ、ペイントさんいなきゃ何もできないのか。英語か、普通にボンジュール英語で書けば。BON。あ、O だ。JO。あ、O だ、これ。あ、O だ。英語、アルファベットっすね、そしたら。あー。あー、はいはいはい。KRBO だから、コ、これ O じゃないですかね。違うか。こ、あ、O だ。でも死神さんとか、なんかこういう細かいことに気づきそうな。まあ、死神くんも割と気づきそうなイメージはありますけど。うん、あれ、あれ、このチェスト何？あ、え？え？なんかここにチェストある。え、どこっすか？本当だ。おお、本当だ。うわ、隠しチェストだ。ああ、ナイスナイス。そういうことか。うわ、メモがありました。メモ3枚あります。メモ3枚あります。うわ、これ見つけないと。おお、気づいたか？気づいたでしょこれ。うわ、さすが。すげえ。すげえ。すげえ。おお、おお。なんで、なんで僕よりメンバーのことめっちゃ詳しいんすか、なんか死神さんとか。印象すげえな、感性がすげえ、それに気づく。今のすごくないっすか。すげえ、もうタイミングもやばすぎる、鳥肌がすごい。入れます、よいしょ。
あ、ガチャついた。ついた。あ、ついた。すごい。なんだこれ。なんだこれ。かっこよくなった。入れます。おお。あ、上から来た、なんか。すごい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 。あれもしかして。来た。これお宝じゃないですか。開きます。来た。すごい。非売品のドズルナイフルとブルーローズだ。すげえ。すげえ。ちょっとじゃあ僕非売品のドズルナイフルいただくんで、はい、どなたかブルーローズを。じゃあブルーローズ。やばい。ちょっと待って、急いで。崩れる。絶対落とすなよ。メイ死にそう。落とすわけないって。やばい。みんな押さないで、みんな押さないで。すごいすごい落下ダメージ受けた。死んじゃう。みんな生き残ってください、みんな生き残ってください。おお。入り口まで来た。洞窟から無事脱出した一行はたまたま近くを通りかかった船に無事に保護された。トラゾウさんが、トラゾウさんこんなところで、トラゾウさん、こういう時来てくれるよな。すげえ。ありがてえ。いやよかったよかった。助けてくれたんだ。いや恐ろしい。ちょっと一人いないけどありがとう。メイン脱出の途中で足くじいて死んじゃいましたね。ということで、今回、ま、無事と言っていいかは分かりませんが、なんとか5人で、こちら非売品のドズルぬいぐるみとブルーローズを、無人島の秘宝をゲットすることに成功しました。イエーイ、やったー、イエーイ、ありがとうございます。ちょっと今落としましたよ、しがみさん。ちょっと しがみさん、今ちょっと、すごい楽しいコラボ、今回ありがとうございました。ありがとうございます。本日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いしますということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ。はい、1名脱落です。ドズボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。